成功ロージング成功ロッチングは東京都杉並区小木久保にある歴史的建造物。1938年建築の洋風建築で2001年の改修後は賃貸住宅となっている。なお、成功ロッチングは当初は本館のみで後に新館が増築されたが、現在では新館のみが成功ロッチングと呼ばれ、本館は成功という旅館として営業している。 1916年3月、東京都文京区本郷で下宿屋として創業。1923年に発生した関東大震災を契機に、1931年に小木久に本館を新築して移転し、成功、ロッチングを開き、1938年には新館を増築した。本館、新館ともに当時は珍しかった。 全室洋館の高級下宿であった。1948年に本館を旅館、成功に転業。新館は従業員の宿舎等としても使用された。2001年には新館が改築されて賃貸アパートとして生まれ変わった。なお、本館は現在も旅館として営業している。本館は1931年地区で木造2階建て。 スレート一部鉄板及び三瓦原武建築面積473平方メートル。1階は玄関、広間、厨房で2階には宿泊室がある。ベージュ色のモルダル仕上げの外観。新館は1938年地区で、敷地の北西角に沿うように、L 字型に立つ。木造2階建て、建築面積145平方メートルで、部屋数13の集合住宅。 ベージュの外壁に上部には、銅板武器ドーム屋根を乗せている。2019年現在の経営者によると、創業者である祖父は、区内省から水道会社に転職した経歴を持ち、給水塔のデザインに習ったドーム屋根が取り付けられたという。どちらも歴史的建造物であることから、2009年11月、旅館成功本館及び成功、ロッチングとして、 国の登録有形文化財に登録された旅館成功本館、ありがとうございます。